偶然を必然にするってさ、ものづくりの一つの心理じゃん。それを自然はさ、いとも簡単に成し遂げちゃうし、上空から見た地表とか海岸線とかめっちゃ綺麗じゃん。それは風景だけにとどまらず生態系にも広がってると思うし、例えばライガーとかアルビノのカエルとか三つ目のヘビとか、そういった表現って人間の普通の感覚じゃ絶対ありえないと思うし、ただ決して奇形じゃないよね。みんなの思う不正解でもないし、もしかしたら新しい当たり前の最初の一つなのかもしれなくない？そういう感覚って面白いし、デザインによってすっごい大事だと思うんだよ。デザインが出尽くしてるように思うこの業界で、服を根本からデザインしないで表面だけいじって、そんな言葉任せの新しさ、これがなんかデザインになってるような気がして、だからこそ僕は自然のクリエーションのように本当の根本から服作りをしたい。いろいろと考えていてさ、服作りって何なのかとか、物を作るってどういうことなのかとか、変わらないものって何？変わってきてるものって何？トレンド？トレンドって何？自分たちにできるものって何なの？さすがに遺伝子レベルのことはできないから、その代わり服の根本である生地に誰よりもストイックに向き合うことにした。そしたらまだ残された可能性を見つけることができたし、特殊な仕掛け考えて、本来なら混ざり合わないものを混ざり合わせて、そんな技術だって開発できた。その新しい技術にデザイン重ねたら絶対に面白いものができると思うしさ、それって普通じゃありえない服作りになると思う。ジャケットがシャツに変化する服はどんな服だと思う？僕は人に向かってシャツに変化させてタックインできるジャケットを考えた。袖口に向けてシャツ生地に変化させて腕まくりもできる服を作った。素材の設計段階から違う素材をミックスしたらどんな服ができると思う？リネンのジャケット素材から光沢のあるナイロンに変化させることで、テーラードジャケットからモッツコートに変化させたんだよね。その変化に合わせて桜の刺繍を加え、服としてのまとまりを作った。羽
花が溶け出し大々染めになっていくイメージって綺麗だと思って作ったグラフィック、それをシルクにプリントして作った服、プリントした海岸線が徐々に薄れ、下に重ねた森林のグラフィックが浮かび上がる。とても幻想的で力強い服。ここにたどり着くまで多くの人の手を返してるけど、でも実はまだ完成してなくて、今のこの状態だとまだただの服なんだよな。僕たちはいつも唯一無二の服を作りたいと思ってるけど、ただそれには着る人の気持ちが必要不可欠ね。それこそ人それぞれだけどさ、憧れであったり日々の高揚感であったり、それを感じるきっかけになり得る服の集合体ってさ、それがファッションだと思うんだよね。誰かが僕たちの服を着て初めてそれを完成するわけで、それってただの服がファッションになる瞬間だし、僕はその瞬間がすごい好きなんだ。